はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いします。それではクノトリガー続きやっていきましょう。前回魔法の国から追放されて、でもなんか封印された宝箱が開けれるようになったので、よいしょ、封印された宝箱を調べに行った方がええかな。どこにあったか全然覚えてへんけど、どこや。はい、ですね、今あちこち行っていろいろとゲットしてまいりました。あのね、なんかツイッターで有識者の方からその封印されてる宝箱を開けるなんか順番みたいなのがありますって言われて、そうで、なんか中世行って近世行って、中世行って宝箱調べて開けないで、近世行って開けて、で中世行って開けるとアイテムちゃんともらえるよみたいなことが教えてもらったんで、ちょっとその通りやってみたらいろいろゲットできました。イベントが回収してたら、イベントが来た。もうマルティア、こんな信用がないはずだ。なんだその目は、お前が勝手に仕事ですからぞ。そんな気絶やヤカロを知るんだよな。お先生さんに申し上げたたむわ。私よりも、私や母さんよりもこのガルテア王国が大事だよね。うわ、母さんを殺したのは父さんよ。出ていけ、出ていけって言われちゃった。言われなかったって。 No 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 no、 めちゃくちゃ言ってるやん。うわ、縁切られた。王様に縁切られた。大臣の目が光ってるよ。しめしめだ。やっぱこの大臣悪い人だよ、これ。わあ。と、アイテムちゃんともらえるよ、みたいなことが教えてもらったんで、ちょっとその通りやってみたら、いろいろゲットできました。この辺の、これ。ホワイトプレート、ブラックプレート、レッドプレートとかをゲットして、さらに、それの介護官のなんとかベストっていうのをいっぱいゲットしてきました。イェーイ。強くすくねっていうか、メイドダメージを吸収。これあれだな、吸収防具だからさ、ボス戦のあれによるんだろうな。どのボス戦の時に何をやる、切るかっていうのが大事になってきそうだね。
まあっていうのを今ゲットしてまいりました。だけかな、この吸収の防具をゲットしてまいりました。というわけでプロメテドーム行こうと思います。あの扉だね、封印の扉に。どうやって行くんやっけ、行き方忘れてもったな。あれ、ここの下にもなんか、あれ工場跡、これ違うな。どこから行くんや、あれここはどこ、プロメテドームじゃないのか、どこや。ちょっとね、エイラじゃなくてカエルにしました。戻ればいいんか、しまった忘れてた。いやお前おったな、ベイベー野郎。レコーダーのリンスよ、私がウィーニングポイントの記録をベスト3まで記憶しておく。ジョニーとの勝負には2種類のモードがある。どっちがブーストあり、ブーストなし。L、R で視点回転付き。そこのジェットバイクを使わせてるビビチュンベベイ。いや、やばい、しまった、また始まった。もう序盤関係ないからこれ、もう序盤は一切関係ないからこれ。これね、オールガードできないから、無理だから。ウェイ、ウェイ、はい、こっち、はい、残念、はい、こっち。序盤関係ないから。勝つには序盤関係ない。次だな。え、負けたんですけど。負けたんですけど、まあ、え、ここじゃない、あれここじゃないか、監視者のドーム。寝てる、おはよう。私に行われた最後のブルガリの博士自身の埋葬でした。これで私は永久に博士と同じ時間を過ごすことができるのです。あれ、もう一つやらなければならないことがあったような。座席を忘れました。覚えてろやい。お前機械野郎、覚えてる。あれ博士いなくなってる。あれ待って、博士死んだ。あったよねここ確か。え、埋葬って言ってたよね。なんかいるぜ、なんかしてるぜ、なんかしてるぜこのじいちゃんよ。マジ？もしかしてキラキラいっぱいある。扉を開けた者たちへ。私は小鳥の賢者ガッシュ、魔法王国ジールのガッシュ。私はジールの大災害
の折この時代へと飛ばされた。ああ、あのあれだ、空の国だ。こないだ行ったとこ。驚いたことにラボスが現れるのは私の時代だけではなかった。遥か太古の時代に空へと、ああ落下したね。落下しジールに出現し、地中深くに潜み、この地球のエネルギーを吸いながら成長を続けた。うん、あ、ここでわかるんじゃないか、いろいろ。時はガルディア王国歴600年、魔王が呼び出し一時その姿を現す。王国歴1999年、ついに地表もそのテリトリーにする。そしてまるで卵を産むかのように、私が死の山と名付けた場所から自らの分身を次々と誕生させるのだ。ラボスとは星自体に巣く巨大な寄生虫なのだ。私はここでラボスの監視と研究を続けてきた。だがすでに限界じゃ。こんな実態に正常な精神を保つのは不可能かもしれぬ。私の精神が死を迎える前にこの記憶を残していることにする。私の生涯最後の発明とともに。私は自分の時代に何とか帰ろうと研究を続けた。しかしこの研究が完成する頃には私自身寿命を感じていた。だから託すのだ、ここを開く者に。時代を行き来できれば、時代を超えて人間がこの星そのもののために一つになれば、あのラボスをどうにかできるかもしれない。可能性はゼロに等しい。しかしゼロではない限りかけてみる。この扉を開く者に。この地球のすべてをかけて。地球って書いてあったよね。さあ、開けるがいい。最後の扉を吸って入れるのだ。私に最後の発明。時を渡る翼を。え、パッ。あ、ジールのおっさんだったんだ。あのおじいちゃん。あそこで、ラボスがなんか多分暴走したんだ。あの時代に。暴走して、で、じいちゃんこっちの世界に飛ばされてきたんで。なるほどね。行きましょう、じゃあ。時を渡る翼。俺もっとなんか、背中に入るのをイメージしたんだけど、え？でも何もできへんよ。あ、え、こいつが時を渡る翼。すごい、これが。でもどっちが前なのかしら。ほんまそれ。どうすればいいのこれ。これどうすればいいのこれ。これ乗れるのこれ。どうすればいいのこれ。わからん。え、おじいちゃん。え、何。お、なんか運んできたって！さっきのやつや！寝とったやつやん、さっきの。なんか思い出したん？え、これのことを思い出したのって。驚いたようだな。私だよ。そう、ガッシュだ。この物体に私の頭脳をコピーしておいたのだ。この物体聞いてくれたかな？君たちに説明しておかなくてはならないことがある。それは他の時代への生き方や。緑ボタンでタイムゲージが現れる。LR で行きたい時代を選ぶと良いじゃろう。あ、そうだ。出発の前に、このタイムマシン言うとるやん。タイムマシン名前を付けてみたらどうかな。シルバート。かっこええやん。名前のところの時にさ、決定ボタンがわかる。あ、ほんとにできた。さあ、乗った。いや、邪魔ないんだから。タイムマシン使用上の注意。緑のあれってのが、え、だからどうやって飲むの。お前おった。あ、飲んだ。あー、なるほど、そういう感じのやつね。オッケー、なるほど、これで作動できるんだ。で、どこ行けばいいんやろ。あー、これで選べるんだ。大文明、中世、現代、世界崩壊。え、なにこれ。時の最果てとかある。なにここ。あ、でもさ、アイテム回収は終わってるから、
僕どこに行けばいいんですか？なんかね、砂漠みたいなとこあったんよ。そこ行きたいな。どこだろう？中世だっけ？じゃ使ってみよう。とりあえず使ってみよう。おいよよ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 よこのね、その渦がちょっと気になるんよ。はい、というわけでちょっとアイテム回収会になったと思うんで、ダイジェストでポン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 ってなってると思いますけれども、シルバートゲットしました。次ね、このなんか砂の砂漠、なんだろう、アリ地獄みたいなとこがあったんで、地底砂漠、次ね、ここ行きたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。